見事な足さばきと力強い動き、若者に人気のダンスバトルブレイキンです。今日岡山市の岡台教育学部附属小学校ではダンサーをゲストに迎えブレイキンの授業が行われました。来年のパリオリンピックの正式種目となったブレイキンです。今子どもたちの3対3のバトルが始まります。ブレイキンは DJ が流す即興の音楽に乗せてダンスのオリジナリティや技の完成度、積極性を競う競技です。児童たちはグループごとに3対3のダンスバトルを行い、それぞれ違った表現で目いっぱいにダンスを披露。最後はお互いの健闘を称え合いました。ブレイキン楽しかったですか？はい、楽しかったです。どんなところが楽しかった？みんなと戦ってそれをオリジナリティを出せてやれるところが楽しかったです。みんなと戦って新しい技とかそういうのを見つけられて楽しかったです。今回のブレイクダンスのバトルっていう形式、活動様式と言ったらいいんでしょうか、そういったものが即興を導きやすいというところに注目したので、何か今後のその即興表現や子どもたちが自由に作って踊るっていうことを生み出すきっかけになる教材になったらいいなというふうに思っています。学校では必修化されたダンスの授業の教材としてブレイキンの他にも様々なダンスを取り入れていく方針です。